ママに会いたい続きからやっていきます。で、前回3番目のお姉兄ちゃんに頼んで終わったから、2、1で遡ってく形でやってみようか。で、エンディングが変わるんじゃないのかな。うん、じゃあ2番目のお姉ちゃんから行きます。起きてくれたお姉ちゃん。あら、あなたここで何をしているの。お姉ちゃん、あのね、今僕の腕を探してるの。その、できれば手伝ってほしい。腕を監視に取られたんじゃ探しても無駄でしょ。諦めたら。無駄でも少しくらいは何かあると思って。そんなのあるわけないでしょ。アホじゃないの。ひどいお姉ちゃん、超冷たいわ。そんな、でも諦めきれないよ。ママに会いに行くなら腕があった方が。はあ、キモとか言われた。ママに会いたいなんて、私には理解ができない。ん？お姉ちゃん、もしかしてママが。私は手伝わない。じゃあね。嘘！超！まあ、手伝ってもらっても腕グズグズだけど。お姉ちゃんはママのこと嫌いなのかな？え、これどうしたらいいの？ここはもういいかな？あれ？諦めちゃった。じゃあ今回は諦めるパターンなんだ。一応お兄ちゃんに声かけとく。いや、セーブしとくか。ここでセーブしてるんだよな。3にセーブしとくか。うん。お兄ちゃんに聞いてみようかな、じゃあ。それとも、どっかいんのかな、また。会話変わってたりするここ。お、あなたを迎える準備が楽しくて楽しくて、だから早く元気にここへ来てね。え？なんか、歓迎的じゃない？どういうこと？なんか歓迎的だったよね。今までずっと否定的だったのに。どうした？何をすればいいのか聞きに来たのか。うん。腕を見つける手がかりはなしか。仕方ないか。こればっかりはどうしようもない。ああ、そうだな。代わりになるものがあればいいのかもな。代わりになるものって何？誰かの腕もらう？おい、その腕よこせとか言ってみる？それとも種さんたち両腕につけてみる？なんかかっこよくなるかもよ。ならないか。まあ、君たち反応はしないね、話しかけても。代わり？代わりなんてなかなかないよね。お姉兄ちゃんの手もぎ取る？そんなむごいことできないしな。ここは会話変わってんのかな？ここは特にダメだね。なんか、ダメなお母さんって感じ。こっち？せいぜいあるとしたら。あ、いる。何してんの？私ね、夢を見ていたの。ママに会って、パパに会って、そして幸せになるんだって。私、ママに会ったことあるのよ。だけど、生まれた瞬間、私、ハサミで切り刻まれたの。いや、むごい。下ろす時のだよね。何が起きたのか、何もわからなかったわ。痛くて叫んでも、ママは手を止めなかった。そして魂になって、ここに戻ってきて、ママの声を聞いたの。私、いらない子だったの。邪魔な存在だったの。あ、やっぱ一人目か。一人目と二人目を下ろしたって言ってたもんね。私、嘘でもママに愛されたかった。でも、愛されなかった。だけど、私が体を失って、初めて妹ができた時、純粋に嬉しかった。そして、この子はちゃんと、ママに愛されま、待って、愛されますようにって、心の底から思った。その時はまだ、ママのこと、信じてたの。でも、実際は、私と同じで、いらない子だった。私、この子のお姉ちゃんなのに、何もできなかった。この子は、ママに会うこともなく、監視に襲われてしまった。優しい子だったのよ。笑顔が可愛くて、利口だったの。あ、脳をくれた子か。ママの声が聞こえた時も、この子は、笑顔を絶やさなかった。こんな子をいらないと言って殺すママが、もう、今は信用できない。あんなママに会わせるくらいなら、あなたたちを殺してあげようって、そう思ったの。じゃあ僕らの手足を隠したり、監視が来たり、あれはお姉ちゃんがやったってこと？そうね、間違ってないわ。4番目に頼んで殺そうとしたの。だけど、結局私が殺そうとしたことに変わりはないわ。4番目の人は僕らを殺せる？どういうことなの？監視しか思いつかないよ。正解。
あなたたちの手足をちぎったのは、監視とくっついた4番目。3番目と種がくっついたみたいに、2人もくっついたのよ。ああ、そういえば、なんかそういう予想言ってたね。そしてそれが、あなたをずっと見ていた目玉ちゃんよ。目玉さんは4番目だったんだ。でも僕らと姿が違うんだね。4番目の奇形が関係してるのかもしれないけど、私たちとは違うのは仕方がないわ。2人は好きな時に好きなように、監視と4番目に変身することができるの。マジか。それを利用してあなたたちを殺すよう命じた。表向きはね。表向き？じゃあ裏向きは？いえ、これはあなたが気にすることじゃないわね。え、何？どういうこと？なんでもないわ。だけど、結局のところ、あなたたち、どちらかは必ず死ぬわ。え？あなたたち双子の場合は少し難しいのよ。このままの中、そこら中ひびだらけでしょ？そうだね、確かに。監視がたくさん出入りしていたせいで、私たちのこの空間が限界なの。あんまりよろしくないって聞くもんね。そういうおろす、なんつうの、手術っていうのかな。二人一緒にこっから出れば、ママもあなたたちも、全部なくなる。どちらかが生き残り、どちらかが死ぬ。影からあなたたちを見てわかったわ。あなたたちは二人で一つなのね。だから二人を同時に殺そうって思ったの。お姉ちゃん。お姉ちゃんなりの優しさだったんだろうな。まあ確かにな、あんなお母さんの声聞いてたらな。でしかもお姉ちゃんはお姉ちゃんで切り刻まれてな。無責任なことしちゃいけないよな、ほんと。続きも、私はあなたたちのためにだなんて、結局私の独りよがりね。あなたたちの意思なんて考えてなかった。今さら謝ったところで許されるとは思ってないけど、ごめんなさい。うん、いいよ。え？お姉ちゃんが僕に冷たい理由が分かったよ。お姉ちゃんも辛かったんだね。もしも僕がお姉ちゃんの立場だったら、同じことをしてたかもしれない。僕らは大丈夫だよ。自分たちのことは自分たちで何とかする。なんたって僕には、お姉兄ちゃんの脳もあるからね。お姉に3番目のこと言ってるのかしら。お姉ちゃん、話してくれてありがとう。お兄ちゃんのところに行って話してくる。あら、終わり？行く？あ、行っちゃった。ちょっと、何聞いてんのよ。あ、弟。な、あいつらは大丈夫っつったろ。やっぱり隠し事は楽しくねえしな。そうね、でもまだ。まあ一気に吐き出す必要はねえだろ。もう少し気が落ち着いてからにしておけよ。ほんと、そういうとこキモいよ、死ね。あ、てかもうとっくに死んでるっつうの。悲しいからやめてくれそれ。もうなんか普通にハッピーエンドっぽいけどもどうなんだろう。勢いで飛び出してきたのはいいけど、ここに来たら緊張してきたな。どっちか一人だけなんて、どう言えば。お兄ちゃんなら、なんて言うんだろうね。あ、無事生きてる。ちゃんと生きてる。セーブしとくか。3。お姉兄ちゃんコースはバッドエンドだったんだね。こっちはハッピーエンドっぽい感じの流れだけどね。ねえお兄ちゃん、お話があるんだけど。おお、なんだ、そんなしょぼくれた顔して。2番目のお姉ちゃんから聞いたんだけど。一人しか残れないと。そりゃしょぼくれ顔にもなるわな。お前はどうしたい？僕は。おお。何？ここでもさらに選択肢が。じゃあお兄ちゃんと一緒に行きたい。僕はママに会いたい。でもそれは、お兄ちゃんと一緒っていう意味だからね。そうか、俺も半分同じだ。え、半分ってどういう意味？俺はいざとなったらお前を優先する。かっこいいな兄ちゃん。だから確実な一緒は無理だな。僕が一人で行くってこと？ああ、そういうことだ。そんな、約束したのに。何か別の方法があるかもしれない。お兄ちゃんの足だって治ったんでしょ？一緒に方法を探そうよ。お前はびっくりするほどまっすぐで、びっくりするほどバカなんだな。本当に俺の弟か？弟だからお兄ちゃんと一緒に行きたいの。それに今までお兄ちゃんがいなかったら、僕だってここにもいないのかもしれない。僕、お兄ちゃんが一緒じゃないとダメなんだよ。なあ、お前は俺がいなくなっても覚えててくれるか？そんなの答えたくないよ。いなくなるみたいなこと言わないでよ。
ああ、仕方ね。わがまま弟だな。わかったよ。一緒に行くぞ。お兄ちゃん、などこのハッピーエンドっぽい感じ。ただし、結局二人が行ける方法がなければ、結論は俺が出すからな。それまで一緒にいるだけだ。うん、じゃあ絶対見つけないとね。お？ってことは探索、おお、二人で移動してる。セーブしとこう。記憶さん。オッケー。じゃあどこ行こうか。お姉に、いや、兄ちゃんとお姉ちゃんに会いに行くか、試しに。もしかしたら会話してくれるかもしれないし。あ、それこそ4番目と会話できるかもしれないよね。いるかな？いねえや。残念。あとは、じゃあどこ行けばいいんだ？こっちは特にないよな。うん、相変わらず元気だね、君。こっち、邪魔。で、お姉兄ちゃんと話せるぐらいだよね、せいぜい言っても。いる？こっち。あ、お姉ちゃん。お姉ちゃん。あは、ごまめを連れてきたんだな。お兄ちゃんだった。答えは決まったってか。二人でママに会う方法を探しているの。なんだってまあ無謀なことするね。でもそれが二人の答えなら俺は協力するぜ。まああいつは怒るかもな。やっぱり怒られるかな。でも、どちらかなんて選べなかったから。こうするしかないと思って。あは、いいね。何もしないで終わるのも嫌だろ。最後まであがきな。うん、頑張る。いいお兄ちゃんだね。こっちにいる？あ、いる。いるいる。お姉兄ちゃんもいる。おい。あ、お二人さん来たんですね。二番目の方から事情を聞きました。大変ですね。どうにかして二人が一緒にママの元へ行ける。そんな方法がないんですかね。方法があればすぐにでも協力しますよ。ほんといい人こいつ。で、最後、お姉ちゃん。あれ、不穏な BGM が。あら、やっと来たわね。結論が出たってことかしら。結論は、その、二人でママに会いに行きたいの。はぁ？舐めてんの？舐めてないよ。これから方法を探そうと思ってて。はぁ、ほんとアホな弟たちね。ごめんなさい。二人が一緒に行ける安全な方法は、私が全部調べ尽くしたわ。それでも、残念だけどママの意思に、私たちは逆らうことができない。そういう風にできているの。現実だな、これが。じゃあ二人一緒には本当に行けないの？そんなに一緒に行きたいなら行けばいいわよ。ん？あれ？いいの？アホに何言ってもダメなことはもう学んだわ。ええー。ちょっとそこの5番目、ちゃんと聞いてるの？あとお兄ちゃんのことだよね。そういえばお兄ちゃん、さっきからずっと無反応だけど、もしかしてお姉ちゃんたちが見えてないの？あ、俺の話してんの？お兄ちゃん、今お姉ちゃんの姿見えてる？見えないな。どこにいるんだ？あら、見えないのか。あら、見えてないの？なぜかしら。うん、なんでだろう。僕は見えるのに。まあいいわ、とりあえず危険を伴ってもいいなら、二人で行きなさい。私たちがサポートして、出口まで案内してあげる。5番目にも伝えておいて。うん、お姉ちゃんありがとう。え、なんで？なんで見えないの？お、なんか聞こえるよ。なんか水音が聞こえてこない？おい、大変だ。雨が降ってきたぞ。雨？雨が？どうして今？わかんねえ。他の場所からも。急に水漏れしてるみたいだ。とりあえず見ればわかる。こっちに来い。お兄ちゃん、外で雨が降ってるんだって。僕らも確認しに行こう。何雨って。うえ、すげえことになってるけど。急に水音が聞こえたから、見てみたら、こんなことになってたんだ。雨は何度か見てるが、こんな水没初めてだぜ。お兄さんたちでも初めてなんですか？なんかこれは手術してるとかなんじゃない？本当に取ってるんじゃない？子宮いらないとか言ってたもんね。これは異常事態に違いありませんね。思っていたより深刻なことになっているのね。誤算だったわ。何が起きたの？おー、ストップ。お前らは雨に触れんじゃねえぞ。この雨は体を溶かす有害な雨だ。やべえ。え、溶ける？受精卵が現れると降るんだ。私たちは大丈夫だけど、あなたたちは中にいなさい。部屋の中からも漏れてるぞ。あ、この雨触ると痛いな。お兄ちゃんたちが言うにはね、この雨は僕らを溶かしちゃうみたい。あー、なんだってこんな急に。部屋の中もダメとなると時間の問題ね。どうなのこれ、溶かされちゃう全員。私たちが周りの様子を見てくるわ。でも、さっきも言ったけど、私たちは体がないから結構自由が利くのよ。
あとはアホと3番目。おう、はい。2人がちゃんとママに会うために協力してちょうだい。とりあえず他の場所がどうなってるのか、それぞれのタイミングで調べてきて。あは、了解だぜ。任せとけ。了解です。僕たちにも何かできることないかな。あなたたちができることは身を守ることね、わかった。つまり部屋から出ないように。ふん。ちょっとキモい演じしないでくれる？ええ。はい。せっかく返事したのにディスられた。ほなだこれ。誰を監視する？え、なにこれ、どういうことなの？もう一回じゃあお姉兄ちゃんから言ってみる。あ、これで操作できるんだ。ああ、こうやって見れるんだ。なるほどね。じゃあ一旦これで終わろうかな。いろんな視点でやれんのかね。あ、入れないわ。じゃあちょっといろいろ調査していこうか、次回は。それではシアンでした。またね。